はい、アッコチョです。フラミです。ということでね、やっと具体的なディスクの話にし行こうかなと、いうことで、その要は3曲のディスクガイドを作ろう企画ですね。でちょっとこの動画本曲編かな、とりあえず本曲編、尺八本曲編ということでやっていこうかなと思うんですけど、まあどうせこの動画長いんで、まだね話し始めてないけど長いんで、ちょっともうどうせ長くなるんだなっていうことでオープニングトークを用意したんですけど、邦楽ディスクガイドっていう本を見つけまして、まあおそらく唯一先行研究として出てる似たような企画ですよね。で、音楽の友社から出てて、編集は、今、邦楽ジャーナルの編集長の田中さんと、星川教授さん、これ、プロデューサーかな多分。音楽プロデューサー。民族音楽の雑誌、邦編集長って書いてあります。まあ、その二人が、一応編集っていうので出てるディスクガイドがあったんで、ちょっと入手しときました。で、ただこれは、全邦楽のディスクガイドなんですよ。めっちゃ広い。だから、雅楽、小妙、琵琶、能から始まって、尺八、琴、三味線もちろんあって、津軽から沖縄古典音楽まで。すごい。その、っていう感じ。でも結構参考になるところも大きいので面白く見ましたけど、まあ若干偏ってるかなと思わなくもないのと、内容的に山田流とかほとんど載ってなかったりするしとか、 あとね、もうこれ言ったら終わりだろうって思ったんだけど、この箏曲地唄体系とか入ってるんですよね。これ CD60 枚組なんですけど、これで地唄を解決しようとしてるっていう。まあちょっと前も話したけど、全集とかを言っちゃったら、この60枚のうちどれ聞いたらいいんだって話だし、っていうのはあるかなと思うんで、まあ参考にしつつ、代表曲220曲を収録します。そんなこと言われても220っていうともうほとんどっすね、大体全部っていうね。まあこれもなんかも参考にしつつ、あとだから20、これ2000年だったかな、2000年ですね、初版なんで、まあその後24年、25年の演奏家とかは全く入ってない。だから分かりやすいところで言うと、もう藤原道山とかすら1枚も入ってない感じなんで、世代的に。まあ、ね、その後、第一線で活躍してる人とかいっぱいいるわけで、その辺も我々の中ではフォローできたらいいかなっていうのもありますかね。っていう話。でも、結構いろんなの持ってて面白いんで、もし興味あれば、中古で、まあ、新品はさすがにもちろんないですけど、そんな高くなく買いましたよ、1000円ぐらいで探してみてはいかがでしょうっていうことですね。はい、っていうのがオープニングトーク。だから前の動画でもちょっと話したんですけど、要はもう人それぞれすぎると、尺八音楽って、でだから網羅するのは基本的に無理なんですよ、っていう前提で、逆にそのこう全体像で見たときに、いろんなことを考えて、まあ、その人なりの発明って言い方をしましたけど、があるんで、それをなんとなく、こういう人もいればこういう人もいるよねっていう、ケーススタジオの感じの、で、フォローしていこうかなっていう考え方。今、の、古典音楽とかをやられてる方のほとんどが、まあ、樋口泰山を通って、てるはずなんですよね、多分ね。ということで、まあ古典本曲みたいなのを話し始めるときに妙安寺から始めようかっていうことなんですけど、ということで、これ最近なのかな、2019年って書いてある。あ、日々の水前、日々の水前、府警妙安尺八近況実践、非売品って書いてありますけど、普通に買いましたけど、なんか抜け穴があるのかもしれない、宗教法人かどうとかみたいな、わかんないですけど、私は普通にネットで買いました。
要は今の妙安寺の、当主館長なんていうのかな館主かでいらっしゃる西安元信ちょっと違ったらごめんなさいって感じだけどさんのすで、まあこの挨拶文を読むと面白いんですけど毎日やってるんだってこれを、うん、で毎日まずお経をあげて朝子虚礼を朝2曲でそのから夜向かい寺国大和上司3曲、うん、でお経をあげるっていうのをどんなことがあっても毎日やってるとでそれがそのまま入ってるっていうなるほどでプラス歴史的音源も入ってる、ね、うんあそうですね完全に仏教的な実践として今でもやられてるっていう方の様子が聞けるというアルバムですよね気になる、うん、結構面白いですよまあ毎日吹いてるからねそのでもとそれと同時になんていうのかな音楽的にこう我々がやったりするとどうしても音楽的にここをどうするかってことを考えちゃうものだけど、うん、あんまりそういう手触りがないっていうか、うんうんうん、そういう感じも受けますね聞くとねっていうアルバムですまあもちろんこうまあ新しかったりもするんでいいかなっていう話ですねでまあ似たようなコンセプトのアルバムとしてコムソウ竹陰っていうアルバムこれなんかこう不思議な企画でこう季節もののイージーリスニングみたいなコンセプトでこれを聞いて涼もうみたいな感じでコロンビアから出てるんですけどほう風鈴の絵がそうそうそう涼を呼ぶって書いてある、ね、帯にそのコンセプトでこれ出るんだって思うぐらいあの内容はすっごいあのストイックなんですけどでこれは要はあの福州谷要は谷派って言われてる、福州谷派居宅かな多分、うんうん、っていう関東道場武蔵野道場の皆さんの演奏で本曲を20人とかで吹いてるんですけど、うん、まあもちろん一人で吹いてるのありますまあ要はこれもほとんどかなり小無双的な実践の一例ですよねまあこれはこれでかなり面白いですで要はその谷派っていうものが何かってことなんですけどだから宮川女山だよね樋口大山の一世代後ぐらいに宮川女山っていうとまあアジカンって曲をほとんど作ったと言っていいんだろうけど一応公式には作曲とはなってないなんかこう宮川女山のアジカンがどこから来たかは全く不明で本人も語らなかったみたいな感じで、お前絶対作っただろって思うんだけど、個人的には。まあ、わからない。そう、わからない。でも、だから、アジカンって言ったら、メガニオさんだ、うんうん、だし、で、まあ、アジカンっていうね、有名な曲がありますけど、それの人だと思っていただければいいんですけど、で、そのメガニオさんの系統で、谷京竹かっていうお弟子さんかながいて、まあその人の谷から取って谷派で、まあ一個のその派閥みたいな感じになって、で、そういうの要は谷派って言われてる方の方の特徴として、まあ、例によってって言ったらあれだけど、尺八じゃないって言い出すんですよね。うんうんうん、で、居宅だったかなって書いてあるけど、つまり、地なしの超長官、二尺七寸以上みたいな、二尺六寸か、以上みたいな、長官これがね鑑賞の音楽用の尺八と区別するためって書いてあるからね許諾、うん、と称してその長官地なし感でゆったりやるっていうのがスタイルなんです、うん、でそれを受け継いでるのがまあこれかなだからこの西村国っていう人が谷京竹の後の谷派の代表みたいなポジションだった人で、まあその人の演奏はこれに入ってます。まあ他にも CD 出てるか不明ですけど、まあ、とりあえずこれでもいいかな。
うん、これ有名ですもんね、うん、なんか海外向けで解説英語なんですけど、そうそうそうまあこれも全部長官でそういうスタイルですね。そういう一個のスタイルを自分なりに確立していくっていう尺八の本曲の歴史でいうと、まあ最初のは完全にさ仏教的実践で、まあこれは必ずしも仏教的とも言わない、うん、なんか自然と一体みたいなことがここにも書かれてるけど、うん、そういう思想としての尺八みたいな存在としてこういう感じがあるよねっていうことだったりしますよね。でそれのさらに極端な人というか、まあがこの方ですね。要は尺八じゃない、音楽でない、演奏ではないという、といえばまあ和田摘道祖ですけど、まあ和田摘道祖は結構人気があってさ、うん、結構 CD 化されてるじゃないですか。そうですね。だからどれ入れてもいいと思うんですけど、うん、これはね、これ面白いアルバムで、半分ライブ録音で、東京文化会館1973年で和田摘道を聴く会だったかなっていうのがあったそうです。でそれのライブ録音なんですけど、そのライブ録音が面白いのは、演奏をしているというか喋りながら吹いてるんですよ、ずーっと。次はなんとかという曲を推奨いたします、この曲はなんとかなんとかでって言ってから吹くみたいな。なんかそれがね、結構個人的には面白い、うん、なんかさ、こういろんな人がいろんなこと言いがちというかじゃないですか、和田摘道みたいな、うん、やれなんかジョン・ケージがなんとかとか、うん、それこそタルコフスキーがなんとかとかで、なんか思想がどうでみたいなのってあるけど、本人が言ってることって意外と面白いなっていうか、うん、とちょっと思ったりするかなっていうのと、なんか風って曲が入ってるんですけど、これは要は完全即興なんですよ多分。あでしかもなんかこう尺八じゃなくて、なんかこれ縦笛なのかな、なんか横笛みたいな音するけど多分すごい細いよ、はいはいはい、をその場で吹き始めてできた曲みたいなことが書いてあるんで、まあそれってまあ多分音楽一般的な言葉で言うと即興っていうことになる、うんうん、なると思うんですが、即興ではないって書いてあるけど多分即興でいいと思うんだけど、だからそういうこといろんな、この解説はね違う人が書いてるからいろんなこと言うんですけど、うん、即興でしょ。でもそれはあでも八高の木管、そうだから別に極論尺八ではないって言うし、尺本当に尺八じゃないものも吹いたりするんですよね、和田摘道祖ってね。まあとかね、まあいろいろ面白いアルバムではある。で他にも多分スタジオ録音のアルバムっていくつも出てて、まあ今和田摘道系で、まあ横山、それこそ横山先生の系統とかでよく演奏される和田摘道曲が必ずしもこれに入ってたりしないので、代表曲みたいなので言ったらむしろそっちの方がいいのかなとかね。まあだから和田摘道祖はどれにするかみたいなちょっと有識者の意見を聞きたいと思うんですけど、うん、なんか、うん、うん、そうですね、これは僕が持ってきた本なんですけど、うん、まあ割と初期の SP 復刻版の、うん、音源が入ってるよっていう、まあ名前をちょっと違う名前を使ってた時期とかが、あの、うんうん、名前がいくつもあって時期によって違うよって話なんですけど、なんかまあそうですね、なんかこう息をやっぱり竹の筒に息を入れてるなっていう感じがすごくなんかとにかく出てて、なんかこう音楽的であろうとしてる感じじゃないんだけど結果的にそういう風に聴けるいいなってものになってるって、その魅力、いやそれはねめちゃくちゃあると思う、うん、てかなんか いろんなことをそれをさ言うけど、やっぱりその 現代のというか音楽家的な能力、その、うん、フレーズの作り方とかさ、うん、息のコントロールとか
そういう能力はめちゃくちゃ高いよね、うん、あやつみってかし、だからこそこう受け入れられてるっていうか、うんうんうん、そういう支持を得てるっていうの面は絶対あると思う。その同じことを同じように言う人が出てきたところでこれぐらいできる人じゃないと多分そんなに支持はされないっていうか、それはすごいですよね、やっぱりね。そうなんですよね、うん、なんかだから結構尺八の音曲を音楽的に作り込んでいくと、うん、まあそう思って聞く分にはいいんだけど、うん、例えばちょっとなんかなんていうんですかね、もう少しなんかこうライトな気持ちで聞きたいなとかって思った時に、うん、ちょっとその音楽的な作り込みが引っかかっちゃう時ってなんかあって、あ、なんか今本曲聴けないなみたいな気分の時とか、うん、まあなんか自分の場合はあるんですけど、結構そういう時でもこのこっちは聴けるなっていう感じがあって、あ、なんかそういうこうなんていうんですかね、なんかこう人に向かって吹いてるわけじゃないんですよねっていう感じ。ああ、なるほどね、 それはわかるかも。だからなんか自分もたまたま聞こえていてみたいな感じで聞くことができるというか、なんかこうその人の音楽性に聴いてる方も正面から向き合って聴かなきゃいけないみたいな感じがない、はいはいはい、のに聴いていてすごい心地いいし、うん、すごいいいなって思うっていう、うん、なんかそういうこうてらいのなさっていうのか、うんっていうのか、なんかそういうのはすごい魅力だなと思って、うんうん、はい、だ結構なんかそういう意味では意外と最もマニアックなものって我々は思いますけど、聞きやすいんじゃないかな。いや、聞きやすいかもね、うん、って思いました。なんかこれは量変化もあるし、そう曲もそんな長くないし、そう、うん、結構いろんな方がいろんな聞き方で聞いていいなって思うのなんじゃないかなっていうふうに思ってきたんですけど、うん、っていうことで、まあちょっと有識者の人いたら夏見堂でこれっていうのがもしあれば教えてください。ちょっと我々は問題感なんで、そうですね、とりあえず持ってるのを出す。はい。まあでも必ずね、何かは絶対入ると思います、はい、あので、まあ樋口泰山って話も出たけど、妙案系でっていうのもありつつ、まあそれ以降もう一人こうやっぱり古典本曲っていうものをある種作り上げたと言っても過言ではないのは、まあこの人ですよね、うん、神女堂。そうですね。で、ただ神女堂の演奏って多分 CD になってんの多分これだけで、でこれは全集なんですよね、6枚組で。で、どうまあどうかで、録音もすごい古いし、あんま良くないんですよ、録音も、うん、テープレコーダーで家で撮ってる、うん、で、まあ神女堂、じゃあ神女堂系って、もう今っていうか、まあめちゃくちゃいっぱいいらっしゃるから、逆に違うヒットの方を探すの方が難しいぐらいだと思うんで、神女堂系で上げるなら、我々が一番 よく知ってお世話になってる神さんといえば、あの神レイさんなんですけど、そうです。その CD ですよね。神女堂から見てお孫さんだよね、多分ね、ですね、はい、うん、ということで、これがビクターのオーディションのアルバムかな、多分、うんうん、そうですね。で、まあ全曲、本曲ですが、あと神女堂小曲っていう概念があるんですよね、神系にはね。これも面白いなって思うんですけど、作曲じゃないんだっていうさ、うん、いや、その、一個そういうの、いるんだな、みたいなのあるよね。なんかその、心から生まれるんです、みたいなさ、なんか、いや、全然いい、ってか、それがいいなっていう話なんですけど、そう、だからね。まあ、あと、善四寺先生の、が古典本曲のアルバムが結構いっぱい出てるんですよね。3、4、5枚ぐらい多分全部合わせると、うんうん、ライブ録音のとかもあって出てて、それも結構いいなっていうか、とかで、善四寺先生はまたちょっと、まあ、もちろん同じ曲だし、ほとんど曲としては同じなんですけど、善四寺先生のスタイルみたいなのがあるじゃないですか、なんとなく、はい、それもおすすめというかありかなっていう感じとか、
あとまあ三橋先生の古典本曲のアルバムが今ちょっと手元にあったのこれなんで、これサブスクもありますよ。ライブ録音でこれは三夜聴き比べっていう、三夜が3曲入ってるっていうやつですね。で、あとまあスタジオ録音のなんて名前だったかな、古典本曲のアルバムが 2,3 枚出てたはずですが、それはねサブスクに一部あるんだったかな、調べたんですけど、それとか三橋先生もまあもちろんここに入ってる曲が全部人形で、人形同系の曲が多いけど、それ以外の曲もやられるので、多分岡本地区外とかに支持されてっていうこともいろんなところに書いてあったりとかするので、でね、演奏家としてもね、なんていうのかな、スタイル的にはこう、まあ青木玲子、横山勝也とかさ、その上の世代に影響を受けつつ独自のスタイルをっていう、またそういう人じゃないですか。まあだから人魚道系でをどのぐらいどういう感じで入れようかなみたいなのもありますよね。で、金庫流ですよ。金庫流は金庫流でね、どうするっていうか。そうですね。まあでも五郎先生が絶対間違いないと思うけどね。うん。全集もあるし。そう、だからまた全集問題になるんだけど、いいなっていうとやっぱり、いや、でかい、こうなっちゃって、なんでそれ持ってきたの、すごいんですよ、持ってきてくれたの、こうなっちゃうんですよね。あの、だからそのありがたい緑の箱ね、はい、この野村先生のありがたい赤い箱に続くなるんで、はい、はい、ありがたい箱いっぱいあるからね。なんか、まあそうなんですよ、まあだから金庫流本曲って今基本的に言われてるものがノーカットで全曲入ってるよっていうのはこれぐらいだと思うので、うん、まあ演奏も本当に素晴らしいし、ちゃんと聞きたい人はもう絶対これですけど、曲解説もありますけど、じゃあでもそこをいきなりこれが出てきてもっていう話だから、うん、どうするかってことですよね。そうで、山口先生の CD にされなってる音源って結構いっぱいあるんで、うん、どうしま、何をこう持ってそれをチョイスするかなんだけど、まあ一個これどうかなと思って持ってきたのは金庫流尺八名曲集ビクターから出てるやつですね、はい、まあこれはなんでこれかっていうと、鹿の頭骨が20層で入ってるっていう、うんうん、結構独奏の鹿の頭骨が入ってる CD 多いじゃないですか、ね、はい、良ければ山口五郎で力とはね、うん、いいですね、まあ、これはいいかなっていう、うん、そこはセールスポイント。そうですね。でもまあ それ以外、双角レボン入ってるし、まあ、これはね、あの、うん、ひふみで、ひふみ八ヶ石の調べも入ってるし、うん、でまああと2曲は九州レボと国、まあ、九州レボってあの古典本曲ですね、あの金庫流の九州レボとは全然違う曲なんですけど、うん、これはですね、まあJVC のワールドサウンズ、まあなんかこう尺八のいろんな演奏が聴けるよっていう、とにかく全部本曲なんですけど、あ、五郎先生が表紙だけど必ずしも五郎先生ではない、ね、そう、双角レボって書いてあるけど双角レボが1曲目に来ていると、まあでもそれが一緒なんですよね、うん、で、山口五郎双角レボ2曲目が横山勝也三安、うん、で、3曲目が山本宝山木枯らし、はい、で4曲目が青木玲吾鹿の頭骨と、横山勝也か、あ、そうですね、横山勝也と青木玲吾、なるほど、はい、まあ結構こっちもその二重奏で鹿の頭骨っていうのもあるし、あとはなんかとりあえずこれを聞いて尺八の独奏本曲っていうものが肌に合うのかどうか、はいはい、あと大体どんな感じのものがあるのか知ってもらうには確かにまあいいかな、本当に10枚とか選ぶとかじゃなく1枚とか2枚だったらこれかも、これかもね、結構コンパクト で、うん、であと結構解説もしっかり入っていて、なるほどね、まあ尺八ってこんなものですよとか、あと曲とか、あと演奏者の顔写真が入ってたりとか、うん、あとはあの英語で解説が英語でも、はい、全部入ってるんで、うん、まあその日本人とか日本語わかる方でなくても勧められるみたいな意味ではすごい
強いなって思ってきたんですけど、まあまあでも、ね、いいですね、いっぱいある、それもこう、うん、はい、あとまあサブスクリュールとかで言うと、まあ、あの箱も実はあるんだけど、うん、そういうのじゃなくて言うと、日本音楽の巨匠っていうシリーズがあって、それの山口先生の、バージョンがあったはずですね。それはね、これと結構選曲自体は似てて、双角霊母、夢間違いし、鹿の塔ね、外事、ね、かな。で、この鹿の塔はね、独奏なんですよ、うんうん、10分、うん、だからそのまあこれで言うと、その古典本曲のところが向井寺霊母に変わってるぐらいの感じなんだけど、あ、そうですね、はい、まあこれでもこれも全然聞きやすさとかで言うとやっぱサブスクにあるっていうのもでかいし、うん、そうですね、これもいいかなって感じ、うん、とかですかね。まあ金庫流本曲は本当五郎先生がそれこそあのでかい箱もそうだけど完成させた感があるのでやっぱり五郎先生の演奏でどれか入れたいですねっていう中で、まあちょっとそのぐらい4枚ぐらい今候補が出ましたけどっていう感じで、まあじゃあ今青木レボー、あ、でもこれ前も話したのか、これはだからあれですね、前もちょっと話したけど古典本曲が3曲、まあ新月の曲をその古典本曲的作曲活動と陣女道とか同じバイブスと捉えればまあ4曲はい、はい、の中身が入ってるといいですよね、まあ、うん、これはぜひ入れた方がいい、まあ竹一貫とかね話もこの間も出たけど、はい、まあその辺のうちでどれかかなっていう感じ、うん、竹一貫は個人的にはぜひ入れていただきたいっていうかなんかやっぱりなんかこう、うん、なんか本曲あのあれはなんか本曲とかを超えて尺八のあるこう音のかっこよさとかいろんな魅力がすごい詰まって爆発してるものだと思うのでぜひ本曲のちょっとね演奏の感じがこれとは違いますよ ね、あの竹一貫とった時60ちょいぐらいだと思って、これはね40代の時の演奏で、しかもライブ録音なんで、ちょっと演奏の感じが違う、どっちも言っても、まあ余裕があればどっちもいいですね、ぜひぜひ、うん、はい、で、あとまあそう横山先生ね、そうですね、だからその横山先生は脱未道系で脱未道の曲を習われて、かつまあ金庫流とかもやられて、こうそれこそ独自のレパートリーというかを完成させた方ですけど、横山先生の本曲ってなると、ね、古典本曲集みたいな2枚組のそれね、サブスクなかったかな、鹿の塔ねと、それもそうめんだっけ、忘れちゃった、ペンタゴニアとか入ってるやつ、あー、あ、そう、それ持ってこようかなと若干思ったんですけど出こなかったやつだ。それにもね、2曲ぐらい本曲入ってて、そうですね、入ってますね、2曲どころじゃないか、4曲入ってるか、岡山先生っていう人の演奏家のを1枚で表現されてるのはむしろこういうのかもしれない、うん、確かこれね、これにも載ってた気がするな、そうですか、あ、これだ、あ、ね、載ってますね、うん、だけ一巻も載ってる、うん、あ、そうそう、これだ、尺八本曲集っていうね、横山克也の2枚組なんだけど、金庫流もありつつ、和田摘道曲もありつつ、その他古典本曲もありつつみたいな、横山克也の本曲レパートリーみたいなのをモーラスするというか、ある、知りたいんだったらこっち、うん、これにもあるんだけど、酒井筑穂ですよね、筑穂流っていう、だからまあ系統としてはこの系図だけで言うと旧明暗寺の系統に当たるんだけど、でもあの曲としてはいろいろで、さ、流祖のになった酒井、初代の筑穂先生が作曲した筑穂流本曲っていうのもあるし、で
でこのアルバムで演奏してる酒井翔道先生はまあ息子さん、リュウソの息子さんですね。で2代目の筑穂の弟さんですけど、でこの方が、ま、めちゃくちゃ本曲をやる方で、全集もそれこそ出してるんですよ。あの大山流全集と新宝流全集っていうすごい全集出してるんですけど、でまあそれだとしょうがないんでまあ CD もいくつか多分出てると思うんですけど、鶴の巣ごもりに着目して、鶴の巣ごもりが5曲入ってるっていう、うん、すごいですね、ありがたいアルバムで、芸術祭でなんとかレコードを何とか賞とか取ってる気がするけど、40年前だから、あでも60代後半って感じか、録音した時だから演奏もね、いやなんかなんで年齢のことを考えてたかっていうと、こう修行を若い頃修行を積んだ方がちょっとお年を召し、それを滝一貫じゃないけど、うん、ちょっとお年を召した時の味わいってあるじゃないですか、うん、その感じが個人的にはね、これかなりつぼらなんですけど、枯れたげいって感じ、うんうんうん、まあもう本曲を突き詰めてるっていう意味でも、今生きてる人でも相当だと思うんで、この方はまあ入れていいラインかなという気もしますね。でね、なんか長官でこの2番目のやつとか結構多分ほとんどの いろんな人がやるんだけど、これ人間には同系の曲で多分ほとんどの人が長官でやるんだけど、なんか7寸とかでやってるんだよね。なんかねそれも面白いです。だからまあさっきの話に戻るけど、まあ、筑豊流っていうまず一つの流派を作った方がいて、その中でさらにこう本曲っていうのを突き詰めた先生ですね、坂井翔先生ね。でちょっと今現物ないんだけど、サブスクにあるんだけど、まあこのこれにも出てるっていうか助演で出てるんですけど、志村前方さん、はい、要は志村哲さん、ええ、で、まあ、この論文、ええ、ここがありますけど、がまあまあ多分これ筑豊流の名前ですよね。で、あの社会筑豊流の方なんですけど、の、志村さんが浜松楽器博物館だっけから CD、古典尺八の CD3 枚出してて、それもね、結構いいなって思う。で、それはどういうアルバムかっていうと、その、もう、古漢の名漢とされてる楽器で、録音するっていうコンセプトになるので、それはそれで面白いですよ。っていうかさ、それ、志村さんっていう方の、その、世界観としては、それっていうかさ、うんうんうん、まあ、あんまり楽器がどうとかって、まあもちろんそれぞれあるんですけど、片隅同士とかね、楽器は、この楽器は、この、文化会館で喋ってるけど、この楽器は子供が穴を開けたなんとかかんとかの竹になんとかかんとかで、とか言って、そういうスタイルの人もいれば、逆にね、それで論文まで、博士論文まで書いて、そういう世界観の人もいるっていう意味で面白いし、結構演奏もいいなって思う、私的には。で、1、2、3って出てて、3はね、なんかね、高橋裕二の新曲も入ってる。それはそれで結構面白い。コンセプトとして。まあ、最初に聴くなら1とか2でいいと思うけど。まあ、1とかは、割と古典本曲の中では、メジャー気味な曲が入ってる。まあその同じ曲をどのぐらい入れるかとかさ、結局この志村さんの曲もまあ人魚道系プラス筑豊流系なんで、人魚道系の曲で逆になんか同じだった方が面白いのか聞いてくれるとかできて、でもある程度カバーした有名曲ぐらいはカバーしたいなっていうのもあるし、ちょっとその辺は総合して考えるかな、うん、まあでも今話したみたいな感じで、それぞれこうそれぞれの世界観で尺八をやられてるなっていうのが分かる感じの
リストになると面白いかなっていう、そうですね、ことは思ってるんで、うん、で言うてリストが完成した時に100枚並んでるわけじゃないですか、うん、どれから聞こうかなっていうのをなんかこう、ああ、なんていうんですかね、端的にこうあれですよね、確かにね、伝えられるといいですよね、こういう世界観ですよっていうところが、うんうん、そう難しいなまあでもなんとなく今話したみたいな内容じゃない、はい、そうですね、なんか星つけたらいい、ああ、それかなんかこう縦軸と横軸でさ、チャートこう芸術修行こう、はいはい、芸術と修行違うか、わかんない、こっち方面が音楽芸術で、うん、こっち方面が、うん、まあ、修行っぽい感じで、こっちがなんだろう、うん、縦横だと二軸だからちょっともしかすると、うん、確かに対立、必ずしも対立しない、してないから、ね、星のチャートみたいな、そんなにいいかもしれないですよ、ね、あ、じゃあそんな感じで、はい、いやいや、まあまたねちょっとリスト選び終わったら考えますがあ、なんで本曲のアルバムこれがいいんじゃないかっていうねのは情報はぜひ、特にあの僕らがあんまり知らないジャンルは古典本曲にいっぱいあると思うので、あの詳しい人教えてほしいですよ ね、 そうですね、これがいいですよっていう、うん、この曲だったらこの演奏ですよみたいな、うんうんうん、あ、そうなんだって思ってる、うんうん、はい、そんなとこで、じゃあ長々とありがとうございました、ありがとうございました、あとあれじゃないですか、みたいなことね、上手くなってる、上手くなってきた。